名物の急坂は各馬の底力が試されます。スタートを切りました。18頭まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。先頭に立ったのはウィン・マリリン、それから5番マジカル・ラグーン、その外スーッとウィン・マイティが上がっていきました。ローザ・ノワール、クリノプレミアム、そしてその後ろから4番エアリング・タクト、その外にアンド・バラダウト、10番スタニング・ローズ、それから7番イズ城の奇跡、ウィン・キートスが並んでいっています。ちょっと離れて11番ラミュールであります。その外ゲラルディーナ、それからもう1頭赤い糸、内を通りまして3番ピンハイ、そしてその外に12番ロビーカサブランカ、オーエミーズがそのうちにいます。第2コーナーから向こう流し、その後ろ3馬身くらいあってテルテッド、内を通って15番ライラック。もう一度前から整理しましょう。先頭は依然としてウィン・マリリン、これを追って2番ローザ・ノワール、そして外からはウィン・マイティ、5番マジカル・ラグーン、下がって4番手1番クリノ・プレミアム、外を通って8番アンド・バラナウト、1番人気のエアリング・タクト、松山騎手どのあたりで動くんでしょうか。外を通りましてスタニング・ローズ、そしてその後ろから伊豆城の奇跡、これと一緒にウィン・キートス、差が開いて11番ラミュール。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行くのは13番ウィン・マリリン、さらに外マジカル・ラグーンか、差を広げたウィン・マリリン、まだ余裕がある、粘った粘ったウィン・マリリン、マジカル・ラグーン懸命に追った、外から1頭マジカル・ラグーン、ムチが飛んでいるマジカル・ラグーン、ウィン・マリリン先頭、ウィン・マリリンが勝ちました。マジカル・ラグーンは2着3着にスタニング・ローズ。以上のように確定しました。18頭のゲートインが完了しました。体制完了。スタートを切りました。18頭まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。花を切ったのはローザ・ノワール、そしてその外にエアリング・タクト、ウィン・マイティがかわしていきました。そしてその後ろから13番ウィン・マリリン、内から1頭1番クリノ・プレミアム、5番マジカル・ラグーン、外を通ってウィン・キートス、スタニング・ローズがその後ろ、それからもう1頭アンド・バラナルト、ゲラルディーナ、赤い糸がそのうちにいます。伊豆城の奇跡、その外ラミュール、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー3番ピンハイ、外を通りましてオーエミーズ、その後ろでやりましょうか。ロビー・カサブランカ、さあ向こう流しに入りました。その外からはテルテッド、ちょっと離れて15番ライラックでやります。流れるようにレースが進んでおります。先頭は依然として2番ローザ・ノワール。まもなく第3コーナーウィン・マイティがすぐ後ろに上がってきています。そして3番手にウィン・マリリン、そのうちに1番クリノ・プレミアム、1番人気のエアリング・タクト、松山騎手どのあたりで動くんでしょうか。内を通ってマジカル・ラグーン、スタニング・ローズが並んでいます。そのうちからはウィン・キートス、アンド・バラナウト、18番ゲラルディーナ、徐々に差を詰めます。さあ阪神競馬場は大歓声であります。エアリング・タクトは4番手といったあたり、ローダ・ノワールが抜け出した、ここで先頭に立った。エアリング・タクト、ゲラルディーナ捉えるか、外からゲラルディーナ捉えるか、ゲラルディーナライラック懸命に追う、ムチが飛んでいる。エアリング・タクト、ライラックも差を詰めてきている。1着ゲラルディーナ、2着エアリング・タクト。18番、2着、4番、3着、15番以上のように確定しました。18頭のゲートインが完了しました。体制完了。さあ飛び出した18頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行争いであります。ローザ・ノワールが先手を取りました。ウィン・マリリン、それからスタニング・ローズ、その後ろでやりましょうか。17番ウィン・マイティ、黒い帽子にご注目ください。これが1番人気のエアリング・タクト、
その外9番ウィンフィートス、それからもう1頭1番クリノプレミアム、18頭が第1コーナーに向かいます。それからアンドバラナウト、そしてその後ろからマジカルラグーン、外から1頭伊豆城の奇跡。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー18番ゲラルディーナ、その内からは赤い糸、11番ラミュール、ピンカイ、ほとんど馬体が合っています。オーエミーズかなりばらけました。これと一緒にロビーカサブランカ、その後ろサンバシンクライアって、テルテッド、そしてしんがりからライラックでやります。前でやりますが、前2馬身くらいの差をつけてローザノアールが先頭です。これを追って17番ウィンマイティー、内を通りましてスタニングローズ、そして4番手に13番ウィンマリリン、これが1番人気のデアリングタクト、松山騎手この手応えはどうか。その外に9番ウィンキートス、クリロプレミアムが並んでいっています。8番アンドバラナウト、さあ場内が騒然としています。先頭ローダノワール、もう完全に足が止まった、抜けた。10番スタニングローズ、デアリングタクト懸命に追う、ピンハイ懸命に追った、外から1頭ピンハイ頑張る、坂井とスタニングローズ、3番ピンハイが来ている、スタニングローズが2番手1着ピンハイ。確定しました。18頭のゲートインが完了しました。体制完了、ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。さあ何が行くのか。4番デアリングタクトが花に立ってしまいました。その外からはウィンマイティー、その後ろでやりましょうか。2番ローザノワール、そして外からはウィンマリリン、それからマジカルラグーン、クリロプレミアムがその後ろ、外を通りまして8番アンドバラナウト、9番ウィンキートス、その外にスタニングローズ、3番ピンハイ、外から1頭18番ゲラルディーナ、伊豆城の奇跡がそのうちにいます。外を通ってラミュール、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、それからもう1頭フォーエミーズ、その外ロビーカサブランカ、14番赤い糸、16番デルテッド、ライラック、これがしんがりでやります。さあ前の方はどうなっているのか。2馬身くらいの差をつけてウィンマイティーが先頭です。これを追って13番ウィンマリリンでやります。第3コーナーに向かいます。18頭、そのうちに4番デアリングタクト、ローザノワール、下がって4番手、そしてその後ろからマジカルラグーン、アンドバラナウト、そのうちクリノプレミアム、そしてその後ろからウィンキートス、これと一緒にスタニングローズ、ピンハイ、その外にゲラルディーナ、伊豆城の奇跡がかわしていきました。11番ラミュール、場内がどっと来ています。先頭ウィンマイティー、足が止まった。先頭和田とウィンマイティー、怖い馬が来た。7番伊豆城の奇跡だ。先頭変わって伊豆城の奇跡、根性丸出し、真っ向勝負だ。赤い糸外から来ている、赤い糸かわすかかわすか、2番手に伊豆城の奇跡、赤い糸先頭1着、赤い糸2着は伊豆城の奇跡、3着アンドバラナウト。2着、7番、3着、8番、以上のように確定しました。